さあ始まりました、麻雀大会ですけれども、とりあえずそしたらちょっと待ってください。あ、そうか、東野選手ですかね。東西南北、私から見て右側に座ってらっしゃる選手が親ということでいいのかな。はい。でその親の方が一番最初に、駒を取っていいということに、あ違うかな。あいやそうか、はいっていうことになっております。ではどうぞ。じゃあはい、はい、行きます。大丈夫だと思います。すごい。さあ東野選手が何やら難しい感じの絵柄の駒を引きまして、さあそれをどうしますか。はい、東西南北野選手にお渡しするということでよろしいですね。はい、さあ、はい、それを北野選手が受け取り、 ありがとうございます。お礼を言っております。さあ、それで他の選手どうしましょうか。ロンまたはポンができるのかな。はい、あじゃあポンで。あおっと、東西の西野選手がなんとポンをしました。それに対し東野選手どうしますか。あ、何でもいいですよ。ロン、さあおっとロン、ロンをしました。東野選手のロンと東西西野選手のポン、どちらが勝つんでしょうか。ですね、それではどうしようかな。じゃあお互いあの駒を1枚引いていただいて数の大きい方が勝ちということでよろしいでしょうか。はい、はい。それではお二人とも駒を引きください。それではオープン。はい、東野選手が1ですかね。はい、で西野選手が100かな。1000、100で。はい、それでは100対1の圧倒的な成績で東野選手の勝利となりました。激しい戦いをお見せいただきありがとうございました。試合終了。